軍服務中の BTS 防弾少年団のメンバー、J-HOPE の助教生活の近況が公開された。29日、オンラインコミュニティを通じて J-HOPE の軍服務目撃写真が公開された。写真の中の J-HOPE は訓練兵修領式の現場で撮影されたもののようだ。J-HOPE は赤い帽子をかぶって真剣で凛とした表情をしている。大韓民国陸軍。 除教と刺繍された軍服を着て軍人の日常を垣間見せている。J-HOPE は以前も訓練兵のカフェを通じて目撃談が公開されていた。現在 J-HOPE は新兵教育隊除教に選抜されて軍服務を続けていることから、訓練兵を指導する姿が至るところで確認されている。これに先立ち4月18日間温度。 関温度にある陸軍第36師団新兵教育隊に入所した J-HOPE はその後該当の新兵教育隊助教に選抜された。助教選抜を受けて J-HOPE はファンコミュニティのプラットフォームウェバースに、Web e ス r t h に私は第36師団百虎ペクホ、新兵教育大隊で助教研究講義を終えて任命受け、一生懸命に副訓育助教として含む中です、とファンに挨拶を残した。 10月にはジンに続いて特急戦士に選ばれたことを伝えていた。J-HOPE はウェバースを通じて、大韓民国青年が軍組織で感じる第一歩、最初の段階とも言える部分を導き助ける役割なので、毎休受け持つたびにプレッシャーも大きいです。とし、それでも意味あることだけに、BTS の活動にも劣らない達成感があります。 と伝え、助教としての軍服務生活に対する感想をファンに共有した。一方、j イホープは来年10月17日に転役予定だ。BTS はまもなくメンバー全員が兵役義務の手続きを踏むと言われている。